はい。皆さん、東京火星さんの CM いかがでしたでしょうか素敵なマグカップでしたね。はい。では続きまして、えっと、3人目の演者の方の講演に移りたいと思います。3人目のご講演者は竹越真由さんです。竹越さんは名古屋大学理学部科学科で有機化学のご研究をされた後に、修士号を取得されて研究活動にこう、すごく力を入れて活動される中で、 研究って何だろうっていうふうに思いを巡らせることが増えたそうで、それで未来館の科学コミュニケーターを目指されたようです。竹越さんがどんな活動をされているのか、私もすごく気になっております。では、竹越さん、お話の方をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。日本科学未来館で科学コミュニケーターをしています、竹越と言います。 えっと、2人の演者の方に既にすごく経験深いお話をいただいたんですけれども私は実は科学コミュニケーターというのを、まあ、恥ずかしながら知ったのが、まあ、2, 2年ほど前ぐらいになるんですけれども、まあ、今日はそういったまだ科学コミュニケーター科学コミュニケーションって何だろうなっていう方と、まあ、一緒に考えていけたらいいかなというふうに 思ってお話をさせていただきます。プロフィールなんですけれども、あ竹越真優といいます、えっと。ご紹介いただいたように、大学院まで有機化学を専攻しておりました。でその後、ちょっと科学メーカーに行ったんですけれども、やっぱりちょっと未来館という場所が気になっていて、科、まあ、学コミュニケーターの採用を受けたところ、 どうぞ働いてくださいと言われたので現在科学コミュニケーターをしております。今日お話しするのはまず日本科学未来館ってどんなところっていう私の働いている場所についてそして科学コミュニケーターというものについてお話ししたいと思います。で少し小級止を挟んで実際にどのような活動をしてきたかっていうのと最後に少し私の 考えをお話しできればなといいう,うに思いますえまずお台場にある日本科学未来館という場所なんですけれども、え来た方もいらっしゃるでしょうかね。こんなふうにあの大きな地球のディスプレイがシンボル展示になっているんですけれども、まあ、設立は2001年ですねで。国立の科学館として JST というところがまあ運営をしています。 でここに書いたのは設立当初からある理念なんですけれども科学技術を文化として捉え社会に対する役割と未来の可能性について考え語り合うための全ての人々に開かれた場ということです。でこの文化という言葉を私はすごく気に入っているんですけれども科学技術を単なる道具として捉えるということではなくて 社会の中でどう受け入れられているかとか、自分にとってそれはどういうものなのかっていうのを考えていく場というふうに思っています。で、さらに未来の可能性について語り合う場ということで、まあ、科学コミュニケーションを実践する場所でもあるんだよというふうに思って聞いていただければなと思っています。なので、一般に こう想像される科学館というよりももう少し広い範囲を含んでいるものなのかなと私自身は考えておりますでそこでまあ、科学館ではない科学館ではあるんですけれども科学館より広い範囲を含むものとしてまあ未来館の重要なミッションの一つにこの科学コミュニケーターの育成というものがありますまあ、現在約45名の 科学コミュニケーターが働いていてすごくさまざまな専門ですとかバックグラウンドを持っています、まあ、修士号を取得した人ということなんですけれども、まあ、博士号を、はい、持っている方もたくさんいらっしゃいます先ほど関貫さんのお話もあったように一つの働く道なのかなというふうに思っていますでまあ同期の専門だけでもすごく 蚊、えっと、の研究だったりとか金属加工有罪をやっていたとか農学部生物物理学とか、まあ、知見コーディネーターをやっていたりも南極の研究をしていたりとかすごく話を聞くだけでも面白い職場だなというふうに思っています。で、まあ、先ほど言ったようにですね人材の育成を一つのミッションとしていますので、まあ、科学コミュニケーター実は5年の任期というものがついておりまして。 その後未来館の外に出て実際に活躍するということになっております。ということで私はもうすぐ2年になろうということなのでまだまだ経験は浅いんですけれどもその中で私が思ったこととか経験してきたことを今日はお伝えできればなというふうに思います、はいで。科学コミュニケーターの役割としてはこんなふうに書かれています。まあ、いわゆるる科学館に従事する 学芸員や解説員とは少し異なるのかなと思っています。で、よく間違われやすいんですけれども、子供だけをターゲットにしているようなものではなくて、さまざまな立場の人、つまり世の中すべての人をターゲットにしているということも覚えていただければ嬉しいです。で、こういった科学コミュニケーター、実際にはいろいろな館に分かれて活動していまして、館内にこうある展示の内容を考えたり、 研究者にリサーチに行ったりですとか、まあ、広報や企画展というものに関わっている人もいます。で今回は私の所属するプログラム企画開発課という場所でプログラムが例えば参加型のワークショップだったり研究者を招いたイベントだったりをするんですけれども主に来館者や一般の方々に提供するそういったプログラムを考えるような場所でのお話。 今日は主にそこのお話をしていいければなと思います、はい、でちょっと少し堅苦しい話をしてきてしまったので私の一日についてお話しできればなと思うんですけれどもまず朝ですね、まあ、朝礼があったりして、まあ、企画ですねミーティングをして、まあ、チームで仕事をすることが多いので打ち合わせなどをしますで、まあ、研究の内容などをリサーチすることもあります。 今ですと、まあ、ノーベル賞の時期なので、そのイベントを担当としてリサーチをしたりしています。でまあ、お昼前ぐらいにですね、展示場に実際に出て、来館者の方とお話をします。でまあ、お昼を食べた後に、また展示場に出て、まあ、自分の作ったトークという15分間のお話をしたりしています。でまあ、最後に実際にスライドを作ったり、作業とかを行う。 というような流れで、まあ、実際にやっている仕事としては、展示場に出て過ごす時間というのが多いのかなというふうに思います。はい、で展示場で何をしているかということなんですけれども、まあ、実際に来館者の方とお話をしているということが多いんですけれども、まあ、基本的に何の話をしてもいいんですけど、展示をきっかけにすることが大半です。でちょっと急に写真が出てきてき びっくりしているのかなと思うんですけれども、もし皆さん、来感謝の気持ちになってもらえればなと思うんですけれども、これを見てどう思うでしょうかねちょっとなかなかコメントを追うのが難しいんですけれども、例えば、まあ、怖いって思った人もいるかもしれないですし、可愛い,いって思った人もいるかもしれないですし、 ちょっと触ってみたいなと思った人もいるかもしれないんですけれども、回答は人それぞれなんじゃないかなというふうに思います。で、これはですね、オトナロイドという人間の形をしたロボットなんですけれども、実際にお客さんとお話、対話というものをするときには、もう少しです、ね、踏み込んで、人間との違いはどこだろうというお話から。 コミュニケーションのお話をしたりとか、まあ、じゃあ機械にどこまで置き換えられたら人間じゃなくなるんだろうねということか、医療や生命観のお話をしたりということで、その時々によって話の行き着く方向がいろいろあるよということをこの対話というふうに思ってやっています。でまあ、私たち 未来館の科学コミュニケーターが大事にしているこの対話というものなんですけれども、少し実感していただければよかったかなというふうに思います。一方的に情報提供をするような解説というものではなくて、相手にも話してもらえる状況を作ったりとか、相手の背景や情報を引き出すということで、ここに科学の話題をフィットさせていく。 いけるのかっていうのが対話というものなんじゃないかなというふうに思っていますで、この対話というものをどういう形でやるかというのを日々のイベントでご実践しているということですで、次にどんな活動をしているのかっていうのを具体的にお話ししていければなというふうに思うんですけれども、まあ、例えばこのオープンラボという活動では研究者と 参加者の対話の場というのを作りました。で、研究者と一緒に実証実験を計画したんですけれども、実際に未来館という場を使って、未来館者に参加、実験に参加してもらいました。で、下の写真のように、音を聞きながらチョコレートを食べてもらって、まあ、味というものが音によって変わるんじゃないか。 とが味に与える影響というのを評価するという実験だったんですけれども参加者はただ被験者として参加するだけじゃなくて研究者の目指しているビジョンとかに触れて自分なりに研究に興味を持ってもらったりとか自分と生活とのつながりを考えてみたりできるような上のような対話ブースというものを設計しました。でまあ、先ほど のおお人のお話にももあったんですけれども研究者にもそのいいことがあるというか参加者の意見に触れてどんな未来が実現できそうかというのを考えるきっかけになったんじゃないかなと思います。でその時科学コミュニケーターは何をするかということなんですけれども参加者と研究者のお話してもらっている間に入ったりとか この上の写真のように、研究者に意見を届けるボードを設計したり、ということを通して、参加者と研究者が一緒に研究の未来について考えるという機会を作りました。で昨年度の夏休みに行った展示ラリーっていうものがあるんですけど、このコンセプトの設計とか、ラリーのシートの内容ですね、とか、 下のような、下の写真のような、ラリーを終えた参加者の体験ブースの設計などに関わりました。で展示を巡りながら、生き物と生き物でないものというものについて考えるというラリーだったんですけれども、先ほどのアンドロイドのような展示を巡りながら、まあ、科学コミュニケーターが直接対話をしなくても、お客さんが展示を楽しんで見れる。 自分ななりに考えながら見れるというのをを体験を目指しましたで、まあ終了後にこの生き物と生き物じゃないものの違いって何だろうっていうことを書いてもらう付箋を貼る場所を設けたんですけどすごくちっちゃい子から大人まで書いてくれてで、まあ、来館者がそれを見て自分たちでこうワイワイ話し合うっていうことができたんじゃないかなと思います。 で最近では、まあ、来館に依存しないコミュニケーションというのを、まあ、館内で模索していることもあるんですけれども、まあ、オンライン上でと研究者3名、この時は全然違う分野の研究者ですね、二次電池の研究者と、あと声についての研究者と、あとロボットの環境についての研究者もねテーマ便利ってどういうことっていうテーマについて。 語り合うというのを企画の構成からファシリテーションまで行いました。でオンラインで先ほどのような対話みたいなものを行うのって結構難しいんですけれどもいろいろな場所で試されているんじゃないかなと思います。でこのイベント自体は研究者と一般市民という両方の視点から広い意味で研究の価値を考えていくという目的で行っていました。 でまあ、もう一つ、まあ、最近直接の対話がなかなか行わ、積極的には行わないでねという時期もありまして、なんとかこう来館者とコミュニケーションをとる方法として、まあ、問いボードという付箋に来館者が意見を書いて貼れるというボードを設計したりしていました。で問い自体はですね 新型コロナウイルスの流行が拡大する中あなたのか、生活やニュースで気になったのはどんなことでしたかという問いだったんですけれども、今も実際設置していまして、とても多様な意見が集まっています。でまあ、もちろん、科学に関することだけが書かれるわけではないんですけれども、それを広く捉えることが科学技術を文化として捉えるということなんじゃないかなというふうに思っています。でまあ、自分で これ書くことで振り返れたりとか、い館者同士の対話、これ確かにね、そうだよね、みたいな対話が生まれているのがすごくいいかなというふうに思っています。ということで、ここまで未来館でのお仕事ばーって話してきたんですけれども、まあ、やっぱり科学、化学をバックグラウンドに持つ科学コミュニケーターとしては、科学の話題も扱っていきたいなと思っています。皆さんも科学の 話題ないかなっていうふうに思っていたかもしれないんですけれども、まあ、以前、その名古屋大学でですね、アウトリーチを行っている先生とお話ししたことがあるんですけれども、まあ、分子っていうものの認知度を上げたいっていうお話をされていて、まあ、私は分子を扱ってきた一人としては、やはりそうだなと思っています。ななかなかこう肌感覚として それほど分子っていうもの身近にないなっていうのをあくまで個人的な感想なんですけれども考えています。で、未来館でもなんとか科学のことも取り上げていきたいなということで、ちょっとだけ科学の話題もお話ししていきたいと思います。で、まあ、科学を何とか取り上げたいということで、足立千早先生ですね、UKL の研究者である インタビューさせていただき、まあ、そんな UKL の魅力を伝えるブログなんかも書いてきたりしました。で、まあ、ブログ自体はこういう一方向のコミュニケーションかなっていうふうに思われるかもしれないんですけど、まあ、先ほどのカンテクさんのお話にもあったように、まあ、伝える相手というのが見えて書くのと、そうでないのでは違うんじゃないかなというふうに思っています。で、もう一つ科学関連のお話としては、 ノーベル賞の時期はですね、棒を振って科学を取り上げることができるので、まあ、来館者に対して過去のノーベル科学賞に関するトークを行ったりとか、まあ、受賞の瞬間を科学コミュニケーターと一緒に見るというニコニコ生放送のイベントを行ったりしています。でそこで実際に去年、クロスカップリングを取り上げたんですけれども、まあ、実験をして見せたりもしていました。で実は その際にですね、クロスカップリングの今についてのお伺いを、ケムステ代表の山口純一郎先生に行ったこともあって、今回お呼びいただいているのかなというふうに思っております。ありがとうございます。あとはですね、まあ、研究者と関わるような仕事もあって、まあ、実は未来館には研究エリアといって、まあ、先ほどお見せしたような展示があるエリアの横に、いくつか実際に研究室が併設されています。 私もその一つの研究室二次電池に関する研究室を担当させていただいているんですけれども昨年度科学の日10月23日ですねというのにちなんでまた電子系電池という次世代電池を研究する研究エリアの研究者の方とトークセッションをこんなふうにお客さんが集まる中でやらせていただきました。 ということろいろやってきたんですけれども、はいまあ、私はずっと疑問に思っているのは、まあ、じゃあ、感覚コミュニケーターの役割って何なんだろうなっていうのを常に考えているんですけれども、まあ、これについては明確な答えがあるわけではないとは思うんですけれども、まあ、5年間弱の中で考えていくことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。 ただ、活動する中で大切にしていきたいなと思っていることがあります。で、まあ、やはり、ずっと言ってきた対話というのを大事にしたいんですけれども、まあ、つまり、先ほどのお話にも出ていたんですけれども、まあ、双方向なコミュニケーションであるかということですね。まあ、ただ伝えるだけじゃなくて、相手にどう伝わるんだろうかとか、まあ、そういった中で、 科学技術を文化として捉えたりとか相手の価値を揺さぶることができるんじゃないかなというふうに考えているしそこを目指していきたいなと思っています。でもう一つですね自分が企画した活動は参加者全員に得るものがあるだろうか何かしら影響を与えることができ,るできているのかということですねこれも先ほどのお話に共通点あるなと思って聞かせていただいたんですけれども 研究者はただ一般の方に知識を教える人というだけではなく必ず一般の目線からも得るものがあるはずだと思いますね、まあ、そこを設計できるかどうかというのに、まあ、企画のよし悪しだったりとかが関わってくるんじゃないかなと思いますそしてもちろん科学コミュニケーターも日々対話をして一般の方からすごくあのいろんな意見を 聞いていて、まあ、ハッとさ,れるさせられる瞬間っていうのもあ,るんだありますけど、まあ、どんどんこう知見を貯めていくっていうことも大事になってくるのかなというふうに思います。まあ、その点で伝える相手ですね、研究者も含めて、まあ、一般の方々の,その相手が見えるっていうのがすごく未来館で働く科学コミュニケーターをやっている強み。 なななんじゃいいいかなとううふうに今回スライドを作ってて改めて思いましたで、まあ来館者とか、まあ、イベント参加者の反応っていうのは素直なので何も得るものがなければすごくつまんない顔をされるんですけれども、まあ、その点今回みたいなオンラインっていうのはすごく難しいと思うんですけれども、まあ、そういった反応っていうのを時間に感じられるっていうのがすごく強みだなというふうに思っています。 とといいうこででお時間も過ぎているので私のお話は以上なんですけれども、まあ、最後にですね皆さんに問いかけたいなと思っているのが、まあ、じゃあ科学コミュニケーションの役割って何なんだろうなということです、まあ、私の中にまだ明瞭な答えはないんですけれども例えばもちろんすごく必要とされる科学コミュニケーションあると思うのも含めて、まあ、少し先の未来を ちょっとだけでも良くするために科学コミュニケーションあるんじゃないかなと私自身は考えています。ぜひ皆さんの考えを聞かせいただければなと思います。ということで私の発表は以上になります。最後までお聞きくださりありがとうございます。竹越さんありがとうございます。対話を生み、双方向なコミュニケーションを生み出す。そして 科学コミュニケーションって何だろうっていう問いは、私もすごくあの今、胸に染み入るものがありました。ぜひ私も未来館、またあもう何回か行ってるんですけど、また遊びに行かせていただいて、はい、未来館の中でもしお会いできることがあったら、いろいろお話ができたらなと思います。はい、ありがとうございます。